なんか多分さ、ゲットできてないガチャルポンとかありそうな気するよね。だから最悪や、なんかデスク周りを荒らしていく。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。何ここ、え、なんか初めて来たんですけど。続きからって押したらここに来た。助けたワドロディたちが街を建て直し中。たくさん助けると新しい施設がどんどんオープンしていきます。あ、え、そういうこと。あ、なんかあれじゃない、マップでさ、ワドルディの街みたいなあったことない、それってことか。助けたワドルディたちが、じゃあやっぱりいっぱい助ければ助けるほどいい感じに発展していくっていうことやね。よき。何これ、ムービー。思い出のあのシーンをシアターで、ワドルディシアターがオープンしました。思い出のあのシーンとは。あ、どうも、バンダナワドルディ。あ、違うんだ違うんだ。めっちゃくつろぎよりやん。めっちゃ会話したーい横に並んでみた。会話できたらいいのになね。あ、これからまた人数が増えてきたらここに建物が建つな。これもらえるんかな。いや、でもな、今体力満タンやけんやめとこう毎回手に入るわけじゃないかもしれんけんね。あ、ワドルディ ×50？ めっちゃやん、やば。×50×50×60。ここには何もできんの。これなんかこんな感じになっとるだけ。ここも別に特にあそこから出ていくんかと思った。違うんか。ま、ワープスターに乗るってことやんね。ネイチェル草原。さあ、やっていこうぜ。んじゃあ、とりあえず、出てきた、寄り道のところ行くか。ん？コインがあった。じゃあ、ファイアトレジャー。これまでやってないってことよね？うん。ファイヤー、燃やして走って大砲へ。あ、なるほどね。導火線に火つけて大砲に乗り込むってことや。よしよしよし。これ多分キー邪魔じゃない？なるほど、そういう感じ。早い。よし。なんかこういう短いのってさ、簡単そうやけど、自分のスピードも求められるっていう、怖いんですけど。ちょっと敵とかいなくなってほしい。よしよしよし。なんかすごいあれやんね。焚き火みたいになる。何？いた？君。待って。いや、でも長いけん大丈夫。待機する時間がある。さあ、来い。いた。べし。待って、こいつらやっつけれんやつよね。ひー。びっくりした。炎帰ってきたと思ったら、そっか、あいつが。んで、上は別に。うわ、危ない。上しか見てなかった。上には別に何もなさそう。よっ。飛ぶより普通にはしご登った方が早いね。よし、どす。あれは止めてくれるためのってこと？めっちゃなんか頭打ちつけるんやけど。お、レアストーンゲット。レアストーンってなんだ？あ、そっか、なんか買い物に使うやつとかなんとか言ったんやっけ。さあ、そしてこの辺は違うな。あ、あれが出たんか。これこれ。レンジャー当てろ、彼方のターゲット。あ、なるほどね。撃つんや。射的みたいな感じ。これ結構苦手なんやけど、私。
レディーゴー。え、待って、は、よし。あ、なるほどね。え、これは自分が移動してるのか、あっちが移動してるのか。移動でもいいけどさ。は、なんか割と狙った時と実際に当たる時となんか時間が、時差が、ちょっと待って、はあ、これさ、またなんか位置を決めるのさ、狙っとった場所と別の最初のところからスタートになるけんさ、それちょっとめんどくさい。うわ、敵増えた。あ、なるほどね。ええ、怖い。え、怖い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 。ですよね。当たると思ったよ。くっ。よっしゃ、とりあえず一番奥の。でもまあ、これ結構当たる範囲が、ね、貯めれば貯めるほど当たる範囲が広いけん。いいっすね。え、何今の。敵にやったらなんか、ほら。なんか狙い定めれるんや、ちゃんと。よし。あれ、でもなんか、ね、難しさみたいな、星の数が多い割にはそうでもなかったけど。難易度みたいなの結構高そうじゃなかった、ここ。あ、でも星2か。じゃあ全然やね。次行くのがこれか？行こうよ、アライブルモール。あ、そっか、なんかそんなん言おった気がするな。ワドルディは4匹。ふぅ、プラス、なんか他の隠しミッションが3つ。さあ、何がある？どこに何があるかわからんけどな。でも、ここはただ入っていくだけな気がする。知らんけど。あっちから歩いてくる感じね。この辺とか、なんもないか。だってこういう脇道とかになんかさ、ないな。特に何もないな。なんでこんな荒れ果てとんやろ。ショッピングモール。動き出したりせんか。電気は止まっとるよね。怖い。よいしょ。こういうのとかもさ、なんか上に乗ったりするだけみたいなのも結構あるよね。うっとうね。何これ、トゲトゲ。あ、ウニだウニだ。これ何、何でもないの。これなんか花がさ若干動くんやけど、特に何もなさそうだな。いや、なんか今ね別のカービィのゲームも始めとるけんさ、ちょっと操作方法が違うんすよね。やったー、デザートデザート。うわ、この辺は別に特に何もない。じゃあ進みますか。怖いって。周りをぐるぐる回らないでください。何？骨だ骨だ。あ、あ、見て、中にあったコイン。空中では能力使えないのか。ちょ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 。よし。あれ、なんか被っとった骨なくなった。え、何これ。あ、あれか、コインか。お、いいね、いいね。ただ、これは別に、なんでもないっぽい。ただ、コインをゲットする。背後から！ドーン。特になんもないんか。うん、すぐなんか、見逃しそうやもんな。怖いって。ああ！脱げた！脱げたよ！脱げた脱げた。ほっ、顔を見られるのが恥ずかしいんだろうか。この辺別に何もない。
コインが。あ、あっち側、あそこなんか壊せるっぽいけど、何で壊すんだ？爆弾？ボムかな？あー、落ちる。落ちたー。普通に壊せたやん。イエーイ。ガチャルポン。いいよ。でも別に何のミッションでもなかったな。いいよ。ん？何？ドーナツを4つ食べる。え、待って、見れてなかった。何？どんなんやったん？ドーナツ。あと3つある。ちょっと、見ときたかったな、ちゃんと。は。ちょっと外見でわかるかもしれんけん。これは？あれ何？無敵になった。キャンディーを食べて無敵になる。無敵キャンディーとかあるんや。あ、そこにワドルディーおるよ。ね、なんか私無敵全然行かせてない気がする。何これ？コインの塊。無敵時間どれぐらいあるんかな？あ、終わった。終わった。あ、そういう、なんかあれよね、手配書みたいなんとかもあったよね。必ずあるわけじゃないと思うけど。壁とかもし、あぶねえ。これはやっつけられないやつ。なんかこんな丸出しな感じで。え、なんか結構初めてじゃない？あんななんか堂々とあるの。でもちゃんと漏れなく一体目やったね。なに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 、なんか敵現れた。頬張るロッカー。めっちゃかかるやん。めっちゃ時間かかるやん。何これ、なんかマップ。これは別に何かするわけではなく、ということか。ハンバーガーショップの前を通っていく。あ、なるほどなるほど。どこの道を入っていけばいいかとかがあるんやね。こっち側とか別に何もない。うんうん。あ、待って。なんか、動く歩道に乗ったらなんか。なんかあれなんよね。何々をしないみたいなのもあるやん。あー！待って。これか。B で吸い込みか。敵をすべてやっつけるみたいなのもあったりするんかな。ハンバーガーやけん、あそこを入っていけばいいよね。この辺なんかある？いや、特に何もないな。他の道入ったらどうなるんやろ。正解の道以外何が起こるんかちょっとよくわからん。正解の道以外、でも、間違って入ったら何かがあるんかもしれん。普通に進んでいこう。人の注文したハンバーガーを根こそぎかっさらっていく。あの中におるよね。え、なんか一人で食べる量めっちゃ多くない？あ、二人やった。え、すごい、なんかハンバーガー食べるんすね。かわいい。ちょっと待ってね。助ける前にめちゃくちゃなんかハンバーガー食い荒らしよるけど、こっち側特に何もないね。どうも。おったー。はい、2体目のワドルディ。他の道間違えて入ったらミッションクリアならんかもしれんしな。ね。この辺何かしら。この辺のちっちゃいやつは壊せるはずやけん。ん？なんかさっき真ん中にあった。
なんか能力的な、あ、ほらほらほら、ニードルがある。ん、ファイヤーもあるな。ファイヤー使うところがなんかあるんか。なに、ボス、ボスっていうか中ボスかな。うぃー、痛い。なんか徐々に針が小さくなるんやな。ため攻撃みたいなのは特にないんか。なに、2段階目に入った。でかっ雪玉でかっ。なにこの、ね、この、うぃー、なんか出てくる。星何？取ったけど何が起こって、食われた。やめてよ、チクチクするやろ。あの星なんなんやろ。怖いって。お尻めっちゃつぎはぎだらけなんやけど、どんだけすりむいてんだよ。めっちゃ時間かかるね。何、爆発とかしないの。あ、はあ、イエーイ、氷だ氷だ、アイス、ドドン。ね、ドーナツ全然なくない？あと3つあるんよね。なんかめっちゃ燃えてる。ないな、ドーナツ。復活する感じ。ねえ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 、コイーンくそ、これ下とかは落ちたらダメな感じか。怖い怖い怖い、落ちそう。でもなんかな、アイス使いづらいな。ねえ、なんか使い、びっくりした。チュ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 、この辺なんかあるんやない。あー、マジでそんなところに。ガチャルポン、同じのは二度とこの感じかな。全部開けたかった。もしかしたらその中になんかミッションに関係するものがあったかもしれないね。なんかあった気がする。よっ、あそこも壊す。なるほど、これでか。待ってね、ちょっと、びっくりした。なんかどっか落ちていくんかと思った。よっしゃー、あ、よかった、ちゃんと漏れなく倒してますね。パズル倒してないわ。助けてますね。あ、コイン、待てー。あ、ドーナツじゃない、あれ、ちょー、この辺おったら流れてくる。ちょ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 、ほほほほほ、ほら、ふう、これ進んで大丈夫かな。もっとなんかなかったかな。あ、特に何もないけど。あ、ここも、ちょっと待って、こっち入らせてね。ちょいこっち入らせてね。なんか多分さ、ゲットできてないガチャルポンとかありそうな気するよね。最悪や、なんかデスク周りを荒らしていく。はい、こっちも頬張る。お、なんか発見した。ん、そこにもなんかあるけど、でもあっち側の壁にもなんか書かれとったよね。どういうこと。お、ガチャルポン。ん、今なんか出んかった。なんか移動の仕方かわいいよね、スケートの上とかは。特に何もなく。優雅。これなんなんやろ。
え、ここまで入ってきてさ、意味ないとかある？そんなことないと思うんやけどな。意味ないとかないと思うんやけどな。わからない。何？アイス。もうこっちにもね、これなんか書いてあるよ。はい、倒す。あ、さっきの部分？でもこれってさ、ケーキ屋の部分だけ分かれば分かるくない？え、分からん？分かるよね。何しになんやろ。うわ、あ、なるほど、ケーキ屋2箇所あるんや。あ、そういうことか。なるほどなるほど。そりゃアイスも書いといてくれた方がいいわ。ランチセットみたいな何もできんのか。その辺なんもない。アイス屋の横にあるケーキ屋。え、ちょっと待って、ケーキ屋側に入るんか、アイス屋側に入るんか。ちょっとケーキ屋側に入るんね。オッケーオッケーオッケー。ケーキ屋側に入ります。ちょっと待って、その辺なんかありそうな気がする。え、こことか受付。あ、痛い。ちょっと待って、君の方がいい。使いやすそう。この辺なんもないの。受付やろ。特に何もないな。じゃあ進んでいきますか。ここよね、アイス屋の横のケーキ屋。まだクリアできてないミッションあとどれぐらいあるんやろう。お、真ん中の宝箱が動いている。あれはアドルディやな。そんな選ばんでも全部同じショートケーキよ。いよ。え、ドーナツ出てきた。マジで？そういうパターンもあるの？何寝てんの？寝るような場所じゃないやろ。周りは何？コイン。一個しか開けれんとかいうことないよね。あ、これで全員じゃない？イエーイ、ワドルディ全員助けたわ。で、ドーナツあと一個よね。この辺別に何も。うえー、何転がってきた。びっくりなんですけど。この辺なんもない？え、なんか爆発した上。え、かわいい。ちょっと待って、怖。なるほど、爆弾。めっちゃなんかゾロゾロと、ゾロゾロと下に降りてった。この子たちはさ、カメラに向かって飛んできたね。この子たちはなんか同じ方向、一定の動きしかしない。なんか別にこっちに向かってやってくるみたいな。いや、でも向かってくる子おるよね。あの子だけか。オーバル。え、これさ、え、そんな壁ごと。最後じゃない？最後よね。え、待って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 。ドーナツドーナツ。え、何？迷子にならずにモールを出る。あ、よかったー。やっぱ、あれやん。マップ見てちゃんと正解の道選んでなかったら、ミッションクリアできんかったんや。よかったー。いや、逆にさ、なんか、ああいうところも行かんと、ミッションのないんかと思ったけど。これ横行ける？いけんな。でででで、お、ドーナツあった。イエーイ。やった、ドーナツ4つ食べたよ。これで全部かな。いいよ。よっしゃー。さあ、どう？ミッションの具合は。やった、全部。よし、いいね。なるほどね。迷子にならないとかもあるんや。大砲。そして、ブロントバート。なるほど。なんか何回も見たことあるけど、キャッ
キャラの名前全然知らんねよね。ゴルド、君にもそういう立派な名前があるんすね。